アルトパラナ県はパラグアイの県。県とはシューダーデルエステ。この県は過去50年間に急速に経済、人口成長した。1961年にパラグアイとブラジルを結ぶ有効の橋が建設されて以降、県都を中心にして発展を遂げた。この県には国内の電力消費の95%を賄うイタイプ発電所とアカライダムがある。 その他、生態系保護区や、動物園、台湾系パラグアイ人の技術公園も置かれている。県内で最初に建設された都市は、プレシデンテ・フランコ市である。グアラニ国際空港のあるミンガグアス地区には主要な農業施設がある。植民地時代、この地には、オンティベロス、シューダーレアル、ビリアリカ、デル・エスピリテュ・サントなど、多くの村落が築かれた。しかし、 これらの村落は、バンデー・ランティスと呼ばれる、ブラジルのサンパウロを拠点にした、奴隷り隊の襲撃をしばしば受けたため、反映しなかった。17世紀後半から18世紀初頭にかけて、この地には開拓者が、割れ先にと入植した。人々は、バンデー・ランティスの襲撃を防いでくれる、軍事基地の周辺に住み着いたため、そこが発展して都市部になった。この頃、ビリアクルアティ、 イガティミ、カークアス、リマ、アホスなどの都市ができた。三国同盟戦争後、この地域の土地は売られ、マテが栽培されるようになった。1945年に県となった。19世紀の終わり、この地域は高いアリの塚という意味のタクルプクという非常に大きな港湾があることで知られた。この港湾からは、パラナ川を使って、下流のエンカルナシオンに木材が運ばれ、 エンカルナシオンからは木材や衣料品がもたらされた。1990年に県の体系が正式に決まった。この県はパラグアイの東部地域に属している。波24度30分から26度15分、成型54度20分から55度20分にかけて広がっている。北でカニンデ受験、南でイタブア県、東でブラジル、西で、 カーグアス・県とカーアサパ・県とそれぞれ接する。県とのシウダー・デル・エステはもともとプエルト・フロールで、ディスという名だったが、後に、プエルト・プレシデンテ・ストロエスネルと改められアルフレド、ストロエスネル独裁政権が倒されるまで続いた。この都市は、ブラジルのフォス・ド・イングアスと隣接している。アルト・パラナ県は19の地区で構成される。シウダー・デル・エステ・ドクトル。 フアンデオン・マリョル・キン・ド・ミンゴ、マルティネス・デイラー・ラ・エルナンダリアス・イルーニャ・イタ・キリ・フアン、エミリオ・レア・リー・ロス・セドラ・レス・ムバラカユ・ミンガ・グアス、ミンガ・ポーラ・ニアクンダイ・ナラニアル・プレシデンテ・フランコさん、アルベルト・さんクリストー・バル・サンタ、リタ・サンタ・ローザ・デル・モンダ・イ・グアス・アルト・パラナ県は、パラナ川の侵食によりできた渓谷と、海抜300メートルに達する高地からなる。パラナ川沿いの陸地には、森が広がっているが、 近頃は無許可の森林伐採が問題になっている。この地域では松の植林プログラムが行われている。この地域においてパラナ川は最大の水の供給源である。パラナ川には以下の支流がある。これらの河川は肥沃な土壌に一役買っている。パラナ川と赤らイ川にはその強力な水の流れから水力発電所が建設されている。 県内の夏の最高気温は38度、冬の最低気温は0度で、平均気温は21度である。1年を通じてよく雨が降り、年間降水量は1725ミ、mm、リメートルと、国内で最も多い。結果、湿気が多く生まれ、農業にはプラスに働いている。冬にはよく霧が発生する。この地域の基幹産業は、林業で杉など多くの種が植わっている。 また、70万ヘクタールにも及ぶのうちでは、大豆、トウモロコシ、小麦、ミント、綿花、砂糖きび、ポンカン、オレンジ、トマト、キャッサバ、サツマイモ、稲、ジャガイモ、ニンジン、イチゴ、ヒマわリ、エンドウ豆、ステビアなどが栽培されている。牛や豚、小分子などの牧畜も行われており、成長分野とされている。県内には、石油、木材、ソーセージ、 米、まテ、乳製品などの工場がある。この地域の学校では、先住民族の文化を教える取り組みが行われている。大学も、私立、国立ともにある。アルトパラナ県へは、首都アスンシオンからは、国道7号線、エンカルナシオンなど国の南部からは、国道6号線が便利。県から北へ行けば、サルトデルグアイラに到着する。パラグアイとブラジルとをつなぐ。 国際橋梁もある。民グアス地区には、グアラニ国際空港があり、アスンシオニやサンパウロとの間に、定期便が就航している。イタイプ水力発電ダムこの県は、アカラい川やパラナ川など、とても豊かで、魅力的な自然環境に恵まれている。主に以下の観光地がある。このほかブラジルとパラグアイを結ぶアミスター橋梁や、水力発電所など、 大きな近代建造物も観光客を引き寄せている。県都市裏デルエステにはアマンバイ側の流れをせき止めてできた人造庫と公園がある。これは国内の全市議会の協力により作られた。県内には科学的、文化的価値のある出土品を展示する博物館がいくつかある。ありがとうございます。